海州は中国にかつて存在した州。随代から当初にかけて、現在の四川省阿波チベット族チャン族自治州一帯に設置された。522年、南朝張により設置されたワ州を前身とする。564年、北州によりワ州は州と改称された。随発には州は二軍三県を管轄した。八十四年、丹州が廃止され、 州に統合された。585年、州は、職州と解消された。586年、職州は、改州と解消された。606年、翼州が廃止され、改州に統合された。607年、タスク州の高川県及び高丹県が、改州に移管された。 同年に州が廃止されて軍が置かれると、海州は、三軍と解消され、下部に11県を管轄した。随代の行政区分に関しては下表を参照。618年、党により三軍は、海州と改められた。海州は、三、北側、側、通貨、翼張り、翼水、左風、高川の8県を管轄した。この年のうちに翼張り、翼水、 左風の三県を分離して、翼州が置かれ、高川県が松州に転属した。621年、海州は南海州と改称された。634年、南海州は茂州と改称された。随所地理史上、旧東女地理史4。ありがとうございます。